嬉しかったです。でも人妻やれてあのずっときっとならないと思うのではい、先にできて嬉しいです。実生活ではなかなかないですね、多分。別にやら、そういう結婚しない主義じゃないわけでしょ。じゃないんですけどね。でもしないと思います、今のところ。予定が全然ないので、はい。中学生どうするんだろう、そうですね。あ、こうだな、そうなる、こうですね。なんか形になるか、とりあえずそれを見せてください。はい、では、はい、行きましょう。はい、じゃあちょっと動いてみよう。はい、はい、テスト、はい、テスト、よーい、はい、ピンポーン、はい、なんだけど、辛いの大丈夫？大好き。よかった。はいはい。はい、カット。終わってみてどうですか？いや、緊張します。緊張っていうなんかよくわからないまま戸惑いがすごいありました。で、気づいたらもう終わってしまったと。はい。これまでは どんな感じのお芝居をやられたんですか？舞台をずっと6年ぐらいずっとやってて、自主公演とかを打ったりとかしてました。でそうするとやっぱりこうカメラがあってカメラの前でこう芝居をするとなるとちょっと勝手が違ったって感じですか？そうですね、まずなんかどっからどう映っててとかっていうのが舞台はいらないんでなんかそればっかり考えちゃって、なんかあんまり動いちゃダメなのかなとかよくわからないままでした。あと、はい、シーン11の1、本番、本番、よーい、はい、はい、ちょっと卵の焼けば、まあそれはいいけど、はい、なんか茶碗は茶碗茶碗ご飯茶碗したんですけど、すごい私に似てるんですよ。料理も掃除もできないところとか。だからなんかこんな旦那さんがいたらいいなと思いました。吉尾さんみたいな。機会がないですね、あんま作るという。忙しいし帰ってくると作ったとしても、あでも粉物が好きでお好み焼きはよく作ります。はい。独自は、あ、でも山芋は入れます。はい、あとなんか広島風ではないですそれぐらいです、はい、そうですね、キャベツが好きだから
毎日家の冷蔵庫にあるのはキャベツぐらいなんですけどなのでそうですね、なんか時間があれば作ります。こっちで左足を右手で掴む。前に曲がるのは柔らかいんですけど、エビ反りとかが苦手ですね。これまでなんかこう運動やったとかそういう経験も結構やってます。水泳、バスケ、テニスずっとやってて、水泳なんてもう10年ぐらいやってましたね。普段私お酒大好きなんで、なんかこう、あ、なんかいつか私こうなるのかなああいうシーンはすごいなんか好きです。でもなんか全体的に結構自分と全く違うタイプの役柄だったので、すごい楽しんでやりました。後にして食べに行くか。いい、お金もったいないから。どうしたの急に。はいはいはい、本当大丈夫ですか。見てなかったから。もう思いっきりちょっと大丈夫だよ、はい、まさきさんは、はい、じゃあ危なかったらリバー組めたら、はい、全然気にせず思いっきり組むなってやっていただいて、はい、はい、はい、チェスト、チェスト、よーはい。びっくりした。どうした、失敗して落ち込んでんのか。来るな。泣いてんのか。うるさい。お腹空いただろ、うん、片付けるの後にして食べに行くか。いい、お金もったいないから。はい、はい、そうですね。私ですか。泣かないです負けず嫌いだし、そうですね、泣ければねいいんだろうなっていうシチュエーションもあるんですけど、泣けないんですよねなんか悔しくなっちゃうんですよね。結構意地っ張りですか。はい。じゃあ涙の力を借りて男の人の優しさを引き出すようなことはしないわけですね。ないですねカットさん行きます。はい、泣いてるのか。で、そのなんていうの、来るなって言って、来るなって言って、なんだ泣いてるのかってこう覗き込もうとするから、そうそうそう、背を戻してこう顔を背けるような感じのやれば、立ってそこで戻せるから。はい、はい、はい、こんばん、こんばん、
まった。はい、テイク3。はい。はい、本番。本番。よーい。はい。2月です。なんもう本当に末端がすごい冷えてしまうので、今回もあのメイクさんにいっぱい、ね、ほかのをもらって助けられました。これぐらいまでは福田君まだ愛想してるけど、これぐらいでシュッってなって、もう、ね、そう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 、ね、やっても直すかね。はい、はい、あれはもう、なんだろうね、漫画みたいな感じで、ちょっと、めったにやれないから嬉しかったですね。不思議な感じですよね。不思議ですね。うん、逆に、ぬいぐるみに入ってやってみたいみたいなことは、うん、思いました。はい、もう大変なんでしょうね。汗だくでしたからね。離れた時に、ふわくんがみたいな感じの手の、基本的なこう距離で離れちゃったけど、さえ、はい、まあ、ちゃんは別になんでもないけど、ふわくんの方は離したくなかったみたいな、お手手の芝居があると。今回は初めての人妻役っていうのと、こんなにセリフが多いあのドラマものが初めてだったということで、すごく緊張して、あの1週間ぐらい前から本当にもう不安で、あんま睡眠時間も取れなかったんですが、でもこのサエっていう人物が自分にすごく似てて、もう最後はもう何ですかね、なりきってやれたと思うので、ぜひ最初から最後まで目を離さず見ていただけたらなと思います。何度も見てください。